ようございます。今日は、平井門先生が、もう、なんか、撮ってくれって言わんばかりに、なんか、ツーリングこうやって誘ってきて、これ、ゴーサンファクトリーさんなんですけど、北九州方面からちょっと、俺をこんなとこまで呼び上がって、ほんと、かわいい平井門さんなんですけど、次世代のね、カリスマ。ということで、今日はゴーサンファクトリーさんも駆けつけてくれてですね、かっこいいよね。ちょっと勝手に、オーナーがいない間に愛車紹介を。すごいね、かっこいいね、かっこいい。俺のバゼファーと交換してくれんやんか。で、次世代のカリスマ平井門先生がですね、今日なんか 1000cc のバイクでやってくるってことで、同じ北九州方面なんだから一緒にここまで来ればいいのにな。わざわざこう撮影してくれんとばかりに。これ平井門先生です。平井門先生がね、うわ、ちょっとかっこいいね、やっぱ平井門先生。ちょっと見てくださいよ、このボックス。このボックス見てくださいよ、これ。このボックス。鍵ついてますね。先生、鍵がついてますよ。鍵がついてます。のことだ。あ、これがね、カリスマの平井門先生です。次世代カリスマ。平井門先生やっぱかっこいいね。このボックスはすごいですね、これ。この中にね、なんか薬物とかね、多分弾薬とかが入ってると思うんですけど、その何入ってるんですかね。今度見せてもらいましょうね。はい、今日ツーリングよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まあ、これ平山先生のこれ忍者戦だと。じゃあちょっとペアリングしてから走行しましょう、一緒に。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。お願いします。平本先生、これ兵庫ですか。ちょっと一回転してもらっていいですか。一回転。おお、かっこいい。これ兵庫だけど、これ高いですよ、上下これ。はい、下枠は違います。下トップライダーですか。はい、何回トップライダー。私は何回。あ、ゴーサンファクトリーさんのそのブーツはどこのですか。これは RST といってですね、はい、どこだったかな、確かイタリアとかのメーカーだったと思うんですけど、バイクウェアメーカーですね。はい、もうやっぱもう貫禄にはちょっとかなわないですね。もう本当、いやいや、本当すいません、本当にね、いらなくて今日ヒョウド下ろしていこうと思ったけど間に合わなかったです。すいませんでした、本当。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、すごいね、平山先生、これすごいですね。相当過激な走りしたんでしょうね。さっき過激な走りをしました。いやすごいですね。これボックスですよ。これ鍵付きのボックス。鍵がついてた。すげえね、これ平山ボックスすごいね、これ。これアマゾンみたいなね、このマークがついてますけどね。おお、これはまたね、後ほど紹介と。フェアリング。ボックスの中気になるの？長押し？長押ししますよ。はい。先生聞こえるよ。入ってない。先生入ってないか。一旦切れたきな俺が。あら。入ってない。先生入ってない。あと平山さんもうフリーズしたもん。逆輸入車なんで。ああ、感謝だな。多分 4X みたいに多分一個一個じゃないと思う。もうグループ。当たっちゃった。いやでも結構ね、そうですね。でも今俺出張。出張。ダイモンド。もう開始って言いました。入った。はい、入りました。はい、入った。入ったね。じゃあこれで行きましょう。最初の
ツアーの。これマスクしてもらえた。たった情報に当たり厳しい。平井門先生のこれなんて言われるんですかね。忍者戦です。忍者戦。これのこの何ですかね。一番の自慢点っていうのは何ですか。一番の自慢点は、うん、まあ、逆輸入車両なので、うん、あの本来国内仕様と違って、うん、リミッターも何もついてないので、うん、本来で言ったら若干エンジン的にはフル本国仕様のフルパワー状態なので、うん、ありに余るパワーがいいですね。おお、ではちょっと、フロント周りからちょっと紹介させてもらいます。はい、これタイヤはあのバトラックスというタイヤ入ってますね。レーシングストリート RS11? はい。うわ、すごいですね、これ。これもうブリヂストン愛がもう、こう伝わってきますね、ここね。はい。ブリヂストンの回し物という形で。で、これが逆輸入のバイクっていうのは大体こちらのオレンジの反射板が左右にありますんで。これで。で、倒立フォークなんですね。あ、で、こんなところにカメラが。で、これ。ついております。これは、もしかしたら、柳川選手のサインですか？これ87は。あ、そうです。で、ここを、こういう風にラミネートしてるってことですね。はい。こう。ね。おー。で、こう、手が込んでますね。中にステッカーとか貼ってますね、こうね。兵道と。お、あ、これ、これは何のステッカーですか？プーチといって、このスクリーンのメーカーの。ああ、ステッカーです。プーチ、スクリーンですね。で、忍者という、この、はい、あの、車両で、ここにあの、携帯電話を置くのと、あ、これ、阿蘇神社で安全祈願のステッカー貼ってますね。はい、ちゃんと貼ってます。で、これがクイックシフトの。それはギアのインジケーター。おー、コックピットがですね、これいいですね、これね。この保護してますね。はい。おー、あ、なんかこれアクセントがこれ赤なんですね。その 25R との時と違いますね。そうですね。あの忍者のステッカーが赤なので、うん、まあ、うん、ちょっと赤をモチーフに。ああ、これもやっぱもうちょっとモザイクかけないといけんぐらいこの黒光りしてますね。はい。わあ、これすごいですね。これ先生のヘルメットです。忍者戦。でこれですよ。これちょっと皆さん見てください。この。平井門ボックス。これがすごいですね、やっぱ。これ、相当入るでしょ？はい、一応、フルフェイスヘルメット2個分入ります。今までこれ、なんか何入れて運びましたか？これ、ね。めったに運ばます。これ人とか入れて運んだことないですか？それは大丈夫ですか？それ、大丈夫ですか？入るとすれば動物です。動物で、これがあのマフラーがこの前も紹介しましたけど、はい、デルケビックでです。デルケビック。読みにくい、僕は読み切れなかった。デルケビックです。はー。で、これがあれですね、この前と一緒のウィンカーですね。はい、25R にも付いてたウィンカー。はー。で、これが、バックステップを交換してるんですね。はい、交換します。バックステップがストライカー製。はー。で、これは、オイルのこのキャップも変えてますね。変えてます。ちゃんとこう、ワイヤー止めされてます。ちゃんと、レース。これ、ちょっと見てください。平山門先生のこの走りを。この、わぁ、これすごい溶けてるね。これ、相当な過激な走りだったんでしょうね。はい。で、まあ、タイヤがやっぱいいので、過激な走りができました。ああ。見てください。この平山門先生、ここ吸ってますからね。これ。ちょっともう、イカれてますよね、走りがね。はい、で、これ、ベビーフェス製の、この、エンジンスライダー。はい。ああ。これは、だっていくらぐらいで購入されたんですか？これは、まあ、中古車で買って、うん。80ちょっとですね。ホイールはいくらするんですか？このゲールスピードの前後書いてますけど。確か前後で20万ちょっとやったと思います。はあ。これすごいですね。で、今日のね、ツーリング記録は、平山先生のこのカメラで全部記録されてますんで、ちょっと半端ないですね、ここ。
なんかこの上なんか鳥かなんかつけようかなと思うんですけどね。トウモロコシかなんか。ねえ、この。目立つ。はい。これ。バードウォッチングの。新たらしい黒歴史を。で、こちらの号3マップです、うん、車両またかっこいい。これ何カラーっていうんですか。これは KRT カラー。KRT カラー、はい、これ20年式の。そうですね、うん、ぜひあの、動画リンクも貼ってますんで見てくださいね。号3ファクトリーさん。フロントも変えたの。これフロントも変えてます。このパイプは何ていうとこですか。どこのメーカーなんですか。このですね、前からここまでが、うん、うん、アクラボビッチ製。アクラボビッチ、はい、はい、でここはどこのかわからない分の、うん、まあ、うん、中間をが家に転がってたんで、うん、それを再利用してます。あ、これもですね、はい、これでアクラボビッチどこのメーカーなんですか。あれはいたスロベニア共和国ですいません、自分まだ勉強しないんです。あ、いや大丈夫です。ブルサンファクトリーさんの方がちょっと詳しいのであ、そう、これ、そうですね。お、デンソーのなんか入ってるあれは何ですか。あそこにある白いやつは。あれエレメント、あれ。デンソーって書いてある、あれ。この中の。マフラー。あれは、あれは多分ないのかな。予想よ、なんかそんな形だったっけね。多分そんなやねんかな。まあでもフィルターの上についちょきはまさやねんかな。ちょっと平山先生のね、こう手が込んでますねスイッチに見えるねパチッて偉いね、ちゃんと息が冷めたらトロトロシャーシーキ何せサーキット走るときはちょっと外さないといけない。タコ飯、タコ飯、タコ飯よ、タコ飯。日本の夜景百選だってこと、ね、はい、ここにやってまいりましたね。高崎山も見えますね。サンフラワーも止まってます。平野先生、今日どうですか。もう今日の釣りの感想は。いや、楽しかったですよみんなでワイワイ言いながら走ってもらうのが一番楽しいです。ありがとうございますコーサーファクトリーさん、今日どうでしたか。今日楽しいです。楽しかったです。ありがとうございます。皆さんとワイワイしてもいいですね。はい、一人で行くと寂しいですね、はい、この辺、ね、あのボックスの中にね、夢をねいっぱい包んで、朝も夢と希望を詰めて明日からも頑張って。たまに情報を入れてみます。はい、そこから平山ボックスでお別れしております。ありがとうございます。カリスマの平山先生が話しかけられてますね。また